ラウル・アルカラは、メキシコ、モンテレー出身の元自転車競技選手。メキシコ国籍選手として、初めてツールド・フランスに出場。同レースでは1987年に、新人賞を獲得したほか、総合10位以内も3回記録した、実力派選手であった。1984年、ロサンゼルスオリンピック、個人ロードレース11位。1985年、 デンティバルトロンと契約を結んでプロ転校。1986年セブンイレブンに移籍。ツールドフランス初出場。1987年クアーズクラシック総合優勝。ツールドフランス新人賞、総合9位。1988年ツールドフランス総合20位。1989年 PDM コンコルドに移籍。ショーン・ケリー。 ヘルトヤン・チュニス、スティーブン・ロークス、ルディ・ダーネンス、ヘリー・クネットマンらが在籍する早々たる面々のチームであったが、ツール・ド・フランスでは第3ステージを制し、総合8位に入った。1990年、ツール・ド・フランス第7ステージを勝利し、総合8位。ツアー・デュポン総合優勝。1992年、ティレーノ・アドリアティコ総合3位。 セトマナカタラナ総合3位、バスク一周総合2位、クラシカサンセバスティアン優勝。ワールドカップシリーズでも最終戦まで総合優勝争いに絡む安定感を見せた。1993年、ワールドパーフェクト2席、ツアーデュポン総合優勝。1994年、モトローラ2席、同年引退。引退後は、故郷でガソリンスタンドを経営している。 ありがとうございます。